アクアリウムは踊らない。本日はホラー嫌いが8年間かけて作ったホラーゲームアクアリウムは踊らないやってみようと思います。これなんか結構今ネットとかでも話題になってるゲームみたいで、最近前半がずっとあったんですけど、完全版がねスチームの方から発表されました。なのでちょっとやってみたいなと思います。入り口から。おお、このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。小さいお子様や心臓の弱い方はプレイをお控えください。大丈夫です。心臓には毛が生えてます。このゲームは実況動画、生放送実況にお使いいただけます。投稿、感謝、マナーを守ってお使いください。はい、かしこまりました。お、もう動ける。なんかちょっとよくわからない絵画が飾ってある。私にも描けそう。私にも描けるかも。建物の絵画が飾ってある。なんか、どこ行けばいい？まあ上に行くか。なんか、人行ったよね。人行ったよね。多分。103号室はこの階だ。またあいつからの呼び出し。今日は一体何の用なんだ？ 102 号室はこの階だって言った？103号室、102って言わなかった？いえ。10、こっち、言っちゃった。103号室でした。入ります。2号室だと思っちゃった、勝手に。これ、アパート？お、来たな、スーズ。誰かな？が？これやるよ。年下のくせに、相変わらずこいつはタメ口だな。ビアンカアクアリウム。水族館のプレミアムチケット？俺、病院から出られないからさ、代わりに行って感想聞かせて。ここ病院だったんだ、アパートじゃなかったわ。何さ、弱気になって。ちゃんと自分で見に行きなよ。それに私、水苦手なんだけど。そこを、なんとか。ちゃん。す、ちゃん。すーちゃん。呼ばれてる。え、急に？急に？思い出してた感じ？え、急に来ちゃった感じ？すーちゃん、ルルだ。おお、ごめん、ぼーっとしてた。あ、過去を思い出してたのか。珍しいかも。海で溺れた時のことを思い出してたの？12年前だっけ？違う、べ、別に水なんて怖くない。そうなの？まあいいか。そういえばこのプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょ？スーズは看護師さん。スーちゃんの病院、家が病院なのかな。そうそう、いつものあいつから。ああ、あの小学生の男の子、優しいね。私は水が苦手なのに仕方ないやつだ。まあまあ、これも何かのご縁ってことで。ルルが行きたかった水族館のチケットをスーちゃんがたまたまもらったのもご縁だよ。ご縁ね。スーちゃん昔からルルの行きたい場所に連れてきてくれるから、たまにはスーちゃんが行きたいところでもいいのに。いいよ、私は行きたい場所も思いつかないし。そうなの？遠慮しないでスーちゃんが決めてもいいんだからね。水族館楽しみかも。早く入ろう。うん、行きたい場所なんてないからな。なんかこの水族館から出られなくなっちゃうっていう感じのゲームみたいですね。これキラキラしてる。説明。OK。大丈夫です。わかりました。水槽に照明の光がキラキラ反射している。ここはまずここかな？すごい可愛くない？こんにちは。ビアンカ水族館へようこそ。毛もみみなのかな？チケットはお持ちですか？お願いします。はい、お預かりいたします。プレミアムチケット、お客様珍しいものをお持ちなんですね。ふふ、なんだか嬉しいですわ。え、そんなすごいものなんですか？珍しいですわ。期間限定、数量限定のもので入手が困難なんです。へえ、プレミアムチケットをお持ちの方は特別サービスがつきますわ。噛んじゃった。バックヤードツアーやイルカとの遊泳、年間パスポートへの無料切り替えなど、特典が様々なんです。年間パスポートに無料切り替え最高じゃない？そして館長の妻である私、クリスさん。奥さんなんだ。クリスが
専属で水族館を隅々までご案内いたします。え、水族館案内してくれるんですか。え、よろしくお願いいたします。お名前は。私はスーズ、こっちがルル。かしこまりました。スーズ様、ルル様。では早速参りましょうか。ここからはご自由に水槽をご覧ください。私が解説いたします。神々や。危険だ。逃げろ。え、急に？いかがなさいましたか、スーズ様。人間に戻れなくなる。え、待って、魚になるの？そういう感じ？何？スーちゃんどうしたの？いや、ごめん、なんでもない。そっか。よかった。今日のスーちゃんはぼーっとさんかも。気のせい？わっ！魚影！魚影！魚だけに。失礼したです。ついぼーっとしてたです。こちらこそごめんよ。お二人ともお怪我はありませんか？うん、ただぶつかっただけ大丈夫。こちらも大丈夫です。わあ、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ売り切れてたやつかも。そうです。予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん、詳しいんですね。なんか嬉しいです。そうかな。でも、浮かれて音楽に夢中になったら、このありさまだったです。気をつけるですね。おう、そうしてください。それじゃあ、失礼するです。何系って言うんだろう、こういう子は。ちょっとわかんないけど、キャラクターはすごく可愛いですね。さて、行きましょうか。ジャンルはわかんないけど、キャラが可愛い。ふーむ、やっぱり水族、やはりだったら水族館は落ち着くよ。おじいちゃん、いつの間に来たの？魚が気持ちよさそうに泳いでる。何の魚だろう。こちらは、キイロハギとマダイです。とっても色鮮やかで、お子様にも人気ですわ。マダイ、美味しそうだね。タコもたこ焼きで。タコだ、でっかいな。こちらは水タコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるの。すごくでかくない？人間よりでかいやん。ヤドカリさんだ。小さくてとってもキュートですよね。ヤドカリはお腹が柔らかく傷つきやすいので貝殻で守ってるんですよ。これ双子かな。イカさんだ。ピカピカ。本当だ、綺麗ね。双子ちゃんかな。で、ここに亀出ちゃってるけど大丈夫？あ、オブジェだった。あ、オブジェでセーブ。急なセーブ。じゃ、ここでセーブします。これはイカ？美味しそう。観賞用です。うふふ。イカは見た目が白く透明で美しいですし、食べても美味しいですわ。イカの、イカそうめんがいいな。そして皆様ご存知のイカ墨ですが、かつてセピア色の絵の具として使われていたんです。セピア？セピアってどんな色だったっけ？セピアカラー。黒しか浮かばんけど、セピアというのはラテン語でコウイカを、ああ、コウイカ。コウイカってなんかあの頭固いやつだよね。わしもかつて水族館で働いておってな、懐かしいの。ここではないんですか？何？え、何何何何？急に？あ、クラゲ？おお、綺麗。こちらはクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです。館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだわっていましたわ。いつ見ても綺麗ですわ。確かにクラゲ見てると可愛いよね。毒あるけど。こっちもクラゲだ。クラゲがいっぱい。同じクラゲでもこんなに種類があるので勉強になる。あ、さっきの子。あ、さっきの水色のお姉さん、クラゲ可愛いですよ。ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいなんちって。ここの水族館によく来るの？はい、よく来るですよ。年間パスポートも持ってるです。ほらほら。あ、見せてもらった。クリオネもおる。かわいいデザインだね。タツノオトシゴ。あのイカチーノなんだったっけ？クラゲ、クリオネ、海牛。裏には顔写真が入るんですよ。あ、ほんとだ。かわいい。1年間有効です。名前トイって言うんだ。ほんとだ。立派なカードが欲しくなっちゃうね。ふふーん、いい。でしょでしょ。いつもポケットに入れてるんです。トイちゃんね。ここの水族館が気に入ったら、ぜひです。ここで名前がわかるのか、トイちゃん。カラージェリーフィッシュ。カラフルで美しいクラゲですよね。こんなに色んな色がついてるのになぜ色がつくのかまだわかってないんです。へぇー。水クラゲだ。なぜだか親近感が湧く気がする。なんで？クラゲっぽいのか。幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。すごいね。ちょっと怖め。幽霊のように怪しく白く透き通ってるのが特徴です。幽霊に連れてかれないように気をつけてくださいね。ふふ。天草クラゲ、リボンみたいなクラゲだ。美しい見た目に反して猛毒を持ってるんです。また天草クラゲ以外のクラゲ、つまり仲間以外のクラゲ、そんな一面も美しいですわ。若いクラゲだ。その見た目通り赤
赤クラゲと言います。乾燥させると刺激が、ん？違う。刺胞が舞い上がり、それが鼻に入るとくしゃみが最悪だ。そのため、別名ハクションクラゲとも言う。近づいたらあかんやつ。水玉模様で可愛いかも、ぽってりしてるね。こちらはタコクラゲと言います。付属器が8本あるためこの名前なんですよ。毒は弱く、刺されてもほとんど痛くありません。そのためペットして飼育する方もいらっしゃる。へえ。なんかこのゲームやるとすごい、水の生き物に詳しくなれそう。友人や彼女と来るのもいいけど、一人で来るのも悪くないね。ママ、熊の実だ。しましまだね。そうね。白とオレンジのしましまね。熊の実はね、いつでもやっぱり子供には人気だね。タツノオトシゴって形がユニークで素敵ね。ここにカニ一匹だけいるよ。カニさんかわいいね。ふふ、こちらはサワガニですわ。カニの大きさは数ミリ程度の小さいものから、足の両端まで3メ、でっかミリからメートルになるの。あ、違うか、それ種類か。間違った。全部が全部そうなるわけじゃないのか。数ミリから3メートルになるのかと思った。あら、これ一周したんじゃありませんこと。オレンジのミミズ？チンアナゴか。ユニーク。砂から出ている部分は体のほんの一部で35。確かに、ミミズよりヘビに近い。あ、ルル、これ好きなんだよね。ウミウシさんだね。5メートルです。のんびりしていて見ていると癒されますね。頭に触覚があるの分かりますか？これが牛の角に見えることから、ウミウミ。色や形、大きさは様々。3000種類。すげえ。ウミウシさんになって綺麗な海をお散歩してみたいな。なんかもうフリっぽいよね。だいたい見た。トゲトゲ毒がありそうだね。ミノカサゴ。あ、ミノカサゴは見たことあった気がしなくもない。かわいいね。ね、スーちゃん。これはかわいいな。トラフグとシマフグね。もうフグも美味しそうって思っちゃう。フグは毒を持ってることで有名。1から2ミリグラム程度のごく少量でも致死量。やば、猛毒じゃん。こっちかな？あ、こっち側だ。こっち側先があったんだ。お、でーっかい水槽。何にもいないけど。何もいない水槽？なんで？こんな大きさな水槽なのになぜ一匹も生き物がいないか疑問に思いますよね。ふふ、何もいない水槽も、雅だとは思いませんか、スーズ様。雅でいいのか？以前ここにはビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えればビアンカ水族館の命の恩人が暮らしていたのです。サメです。ホウジロザメ。サメか。サメを展示する前は周りの、ん？いいのか。周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃墟の危機を迎えていました。かなり古くて小規模な水族館ですから無理もありませんわ。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。保護したんだ。館長は傷だらけのサメを水族館へ連れ帰り、看病いたしました。ふふ、あの時はびっくりいたしましたわ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育展示することを決めたのです。しかし、水族館でホウジロザメを展示するのは世界でもほとんど類を見ないほど珍しいことでした。ホウジロザメか。他のサメは見た記憶があるけど、もちろん反対する従業員もいました。しかしサメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたところ大好評だったんです。ホウジロザメは街中の話題になり、お客様が一気に押し寄せたのです。その結果、経営は回復、水族館を存続することができました。ホウジロザメがいなかったら、ビアンカ水族館も私ももういなかったでしょう。クリスさん、そのサメは今どこに？ふふ、生きてるか。それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？この人意地悪だ。冗談ですが、まだ生きていますよ。事情があって水族館の裏で管理してるんです。とっつきにくい。ウケる。そのしかもホウジロザメはある特徴があって、ティアラいないよね。ルル、スーズ様、ルル様がいらっしゃいません。さっき普通にスーっていなくなったよ。確かにいない。ルル、また一人でちょこまかして、ルル様を探しましょう。私はこの先を探してみますので、スーズ様戻ってみてくださいまし。わかりました。そっちへお願いします。いや、確実にそっち行ったよね。ルル。私は戻るの。ルルを探さなきゃ。とりあえず探すか、ルル。ルル、スーっといなくなったけど、スーっつって。これ一周すればいいかな、多分。
あれ一周したよな、私これ。一周してもう一回戻れってことかな。戻ってみたけどいませんでした。私もそっち行きまーす。あ、行けたわ。ルルがいない、先に行っちゃったのかな。この先何もなさそうだけど大丈夫。バックヤード入りそうな勢い。あったわ。クラゲ。でも誰もいないよ。ウミガメの、あ、そうか、ウミガメのオブジェでセーブだもんね。オッケー。すごい可愛いな、キャラクター。海に出た。まさかの？なんか光ってるし。水が近い。ルルを見つけなきゃ。行かなきゃ。この子溺れてるんだね、きっとね。って言ってたもんね。水槽の中にキラキラしてるもの。勝手に拾っていいのか。まあ、いいや、拾おう。パールのブレスレットを拾って。ルルのだ。やば。なぜ水槽の中にあるの？ルル、一体どこへ？消えたけど泡になって、私も。どういうこと？水の音が聞こえる。水のこと、ああ、苦しい。この感覚、そうだ。12年前に小さい頃に海で溺れた時の、まあ、溺れたら水嫌だよな。助け。あそこだ！小さい女の子が、ペケペケに襲われてるぞ。助けろ。早くしなきゃあの子食べられちゃうわ。食べられる？なんだっけ、確か私は大きな何かに。食べられちゃうの？急に廃墟水族館。嘘でしょ。どこここ？まさかルルもここに？早く探さなきゃ。どういう状態？髪が落ちてる。文字化けが激しめ。顔だけ黒、真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちている。急な廃墟なんだけど。音もなんかやばめ。すごい急な展開。あんなに綺麗な水族館だったのに。これまたセーブ？セーブはします。できるときにセーブは。違う！セーブ！あ、できたよかった。できないのかと思った。言ってることでロロロロロ。若い女性と男性が笑顔で写真に写っている。額縁には大量の血液がついているだと。ちょっと待って、これひび割れてるとこ歩けないのか。なんだろう。あの女の子じゃない？痛いです。トイちゃん？誰か、どこ？トイちゃん、君もしかしてさっきの、なんで血だらけなの？それにこの足、人間の足じゃない。ほんとだ。誰かいるの？何も見えない。痛いよ。トイちゃん？トイちゃん、足人魚姫。そんなに時間経ってないってこと？どういうこと？なんかいっぱい落ちてんな。おお、助けて。すごい。手形に矢印いっぱい来た。こっち行けってこと？どっちだよ、この矢印は。こっちかな？音がなくなった。これを見ろってことだよね。確実に矢印が。覗く。だって覗くしか、本当にって聞かれるとちょっといいえって言いたくなっちゃうけど、はい。覗いただけだよ。ふぅ、目びっくりちょ、待って、急な目。どういうことや。あ、ちなみに言うと私もホラーは苦手です。おっと、なんか、もう絶対出ちゃダメなものが出てる気がする。でも見た方がいいんだよね、きっとね。ああ、踏んじゃったよ。踏んでは見たくなかったな。踏んでみたかったわけじゃないんだけど。おっ、暗い。あっ、なんだ、影。ホラーは好きじゃないぞ。ちなみに。ああ、目がいっぱいですね。まあ、これぐらいはまだ大丈夫。クラゲしかいないけど、どうした？他の生き物たち。どこ行った？他の生き物たち。クラゲに全部食われたの？なんか、クラゲなんだっけ？電話でーす。電話はどこですか？電話どこですか？あ、そっか、受付、そりゃそうだよね。電話があるって言ったら受付だよね。これ？取ってる。電話が取る。いや、もう鳴ったら取るでしょ。おー、なんだ、影。なんか影来たけど。なに終わり。ちょっと待って。私が動いたのか、右横って見たのかわからん。誰かの日記の歯切れが落ちている。字もかすれている。丸月丸二時、今日も、点々点は調子が悪いみたい。私の願いの
詰まった深海の石は今日も美しく輝いていますかな。こんなに愛してるのにあなたが好き、クラゲもこんなに集めたのに、あなたはどうして私のものじゃないの。私あなたと同じ人間になれない。人間じゃないの。なんで好きなに好きすなのに、こんなに好きなのに、好き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 、怖い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 、好きがいっぱい、好きが溢れてる、好きが溢れてる、ところどころ読めない箇所がある。どういうこと、人間じゃないの。わからんて。真っ赤な字で何か書いてある。ルルルルル、読めません。早くに消えて、どこへ、うし、後ろ後ろって言われたら後ろ見てたけど何もないな。メモが落ちてる。赤髪の彼女はまだ生きている。赤髪、赤髪、文字が書いてある。ルルルルル、読めません。これ血だよね。赤髪、赤髪って誰。シャンクスしか浮かばないんだけど。おお、おお、じりじり進むのやめな、あれ。進め、自分。ずっとクラゲ。おお、ずーっとクラゲ。出口がない。どういうこと？この先に出口があるの？これをまっすぐ行くと本当は出口なんだ。え、どうすればいいの？延々と出口回ってるけど。うわっす、おわっす、こんちゃっす。こんな、金、偏僻だ、ごめん。偏僻なところに、場所に、客とは驚いた。一体どうやって入ってきた？え？抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。なこと言われても。知らんがな。おーおーおー、なんか、白髪のすごい声来た。誰だ、貴様は。なんかの部隊長みたいの来たよ。え、なになになに？私これでゲームオーバー？制作代々さん、ありがとうございます。え、私これ何？ゲームオーバー？どういうこと？始まった？アクアリウムは踊らない。ほら、水の音が聞こえてきた。お前も、お前も、誰だ？いや、本当にね。ほう。おお、急に、そんな剣持ってました？なんつんだっけ、あれ。この状況で素直に名乗らないとは肝だけは座ってるようだな。まずい、隙がない、逃げられない。スピアみたいな。となると貴様、奴の手下か。奴って何のこと？さっき迷い込んできたばかりでわけわからないんだけど。図星ならそう答えるのが自然か。ここで逃がして厄介事を起こされたら余計手間取る。今ここで死ね。いや、なんでや。ちょっと待ってよ。私は何も。待って、お前まさか。何？何の音？くそ、こんな時に限って。なあ、なんか来たなんか来た。ゲホゲホ。今のうちに。サメ？走ってった。サメ？なんか足跡、血の足跡がある。え、でも、血の跡行って、そこから出てるから生きてるのか？はぁはぁ、なんとか逃げ切れたのかな。というか、どういう状態？でも、なんか違う魚いる。改めてどこなんだろう、ここ。さっきまでいた水族館と明らかに違うし。これだけ歩いても出口がないなんておかしいよね。それにルルル、どこまで奥に行ったんだ。変な軍人みたいな人も化け物もいるから戻るわけにもいかないし、確かに。怪我に。ルルを探してここから出る。できるの？こんな私に、あんな化け物相手に。でも行かなきゃ。ルルは親友なんだ。ルル、無事でいて。ルルは紫の頭だったよね。赤い髪って誰？セーブ。フグとかは生きてたの？こっち行けるの？これ血の跡を歩いてこっち側に行きましたよみたいな。足跡にし、何これ、なんでこれ水なの？従うべき、こっち行けってこと？
これちなみにあの制作者さんがホームページでヒントとかもね書いてくださってるようなんで、あれなんでこの子だけ反対向いてんだろう。泳ぐ元気のない魚がいる。大丈夫かこいつら。お腹でも空いてんのかな。左の水槽心配そうに見てる。あっちの魚は元気がないのか。なんだろう。あ、そうそう。攻略を書いて、攻略じゃなかった。ヒント書いてくださってるんで、多分詰まったらそれを見ればね、いけるんじゃないかと思います。私はちなみにまだ何も見てません。鍵がかかっている。いや、無理無理無理。あ、無理じゃないこんなん。急に。どっかでヒントがあるはず。画面も回る。そこにあるのは車椅子か。古い新聞が落ちてる。海岸に傷だらけのサメ。あ、これ言ってたやつだ。ビアンカ水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている巨大なサメを発見した。6メートルにも及ぶ大でか。打ち上げられたサメは現在ビアンカ水族館が保護。治療とともにサメが打ち上げられた原因を探っている。そこからして何かあるのかな？魚の餌が、あ、取る。だってお腹空いてるってなかった？海の生き物についての本がたくさん置いてある。掃除用具。黒のコーチジャケット。めぼしいものはないか。ダイビング用スーツとか使えそう。警備員用の銃は別に持っててもいい気はするけどね。そのうち弾が見つかるかもしれないしね。とりあえず今は魚に餌あげようか。あの子が元気、どうやってあげんのこれでも。どっか手突っ込めんの私。あ、隙間ある。え、水槽の、あ、水ビチビチに入ってないんだ。食べな、餌。あ、よかった。よかったね。何してるの？魚が水槽の底の石を並べ始めた。4。わかった。え、まあ、でも4桁あるから、この子たちが教えてくれる？ 4、9、5、四九五、四九五い。もうなんかわかんない。四九五いで、四九五い。4、9、5、1。普通に覚えれるな。語呂合わせ必要なかった。4、9、5、1。4、9、5、い、あ、1。か、鍵が開いた。お、イルカだ！私、イルカ大好き。かわいい。イルカだ。ルンルン。私は何も持ってないよ。もしかして遊びたいの？そうは言ってもな。あ、あるじゃん、あるじゃん、遊ぶ道具。3番目ぐらいだったよね、確かね。違うか、こっちか。こっち掃除用具だった、間違った。取る。イルカ大好き。イルカって可愛いよね。イルカとシャチが好きです。シャチは凶暴とか言うけどさ、なんか群れを大事にしたりとかしてすごいいいよね。はい。と、遊びな。はっつって。すごーい。飴玉に見える若干これ。こういう飴なかった。これで遊んでないよ。可愛い。でもこれイルカが遊んでてなんかあんの。え？これで？なんかあんのかな？遊ばしたからなんかある？イルカって自分たちで遊べんだ。頭いいな。確かに。え？これだけ？どこ行けばいいんだろう、次。お！なんかイルカに呼ばれてる？あっちからイルカの声がした。こっちだよね。呼んだ？え、いないよ？プールの底まで潜っちゃったのかな。あれ、イルカたちはどこ行った？どっからイルカの鳴き声がしたの？こっちか！あ、こっちにいんじゃん。なした？どうやってここまで、さっきのプールの底と繋がってるのか。ほら、私とボールで遊んでないよ。ん？もしかして背中に乗れって言ってるの？この子水怖いんだよ。渡れなくて困ってたし、お願いしようかな。ありがとう、乗せてもらうよ。水大丈夫になったの？いいな、イルカに乗りたい。私も夢なんだが。ふう、落ちなくてよかった。助かったよ。じゃあね。
いいな、イルカ、私も乗りたい。背中に乗せてくれ。乗せるはちょっと重いかな。戯れるだけでもいいな。ずいぶん広いね、ここね。先が長い通路。この両脇はどういう状態になってんだろう、この建物とか考えちゃう、私。もう文字化けしてる時点でなんかやばそうだもんね。おお、早い早い、マグロ？違うな、イワシ？サバ？適当すぎ。なんかしゃ、見れなかった。ああ、早い早い早い。お、行ったり来たり行ったり来たり。イワシ、サバ、サンマ、わかんない。セーブ地点がでもなんかこう、細かくあるの嬉しいな。まあ、上からガンガン上書きしちゃってるんだけど、本当はこれダメだよね、きっとね。次に上に書かなきゃ、上書きつかしなきゃダメか。げ、この部屋真っ暗だ。部活に進めない、一旦外に出よう。なんか明かりが必要なのかな。普通はさ、多分下にしてくんだよね。こういうのすぐ上にあの、セーブデータを増やそうとしない。これカードキーで開けるドアか。どうすればいいの？じゃあ。あ、なんか一匹だけこっち向いてる。なになに？向こうの部屋真っ暗なんだけどさ、何かいい方法知らない？魚に聞いてみる。まあそうだよな。ありがとうね、イワシくん。イワシだった。またね。イワシだった。なんか変わってる？わかんない。なんか文字に見えてこないこともない。わからん。イワシが光る？いや、意味わかんないね。イワシが光るってことはないか。あっちはカードキーが必要だし、もう一回戻ってみる？もう一個戻ってみる？イワシ。おお、なんか、どういう状態これは。あ、一匹だけ。1、2、3、4。あ、わかったかも。端から1、2、3、4、5、6、7。7で、1、2、3。待って、覚えられない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。メモが欲しい。こっちに7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、1、2、1、2、3、3、1、2、3、4、5、5。で、こう上向けばいいの。OK。合ってっかな？まあ、行ってみよう。この子たち人間の言葉を理解する魚とかやばし。1、2、3、4、5、6、7。落ちた。死んだ。つらい。ちょっと待って。え？ 7 じゃなかったの？ 1、2、3、4、5、6、6だった。1、2、3、4、5、6、1、2、3、1、2、1、2、3、宝物あるけど我慢。1、2、3、4、5。この辺なんかある。あ、これなんだ。扉みたいな。開いた。ランタンとマッチを手に、ランタンがあった。これで。おお、これでもう落ちないね。あ、なんか光ってる。これでやっと見える。電気くらい簡単につけられるね。しておけ。怒ってるし。もうなんかあるんで、これ。4匹の生き物の中心となるものは、日本語にして、カタカナで答えよう。待って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 。今、アユしか見てないから。ちょっと待って。わからんて。わからんて。戻らしてくれ。絶対違うから。アユ、イカ、まあ、順番に書いててみる。アユ、イカ、サザエ、サザエ。で、落ちないように、ここ、サメ。真ん中？イカ、サザエ。違う、絶対違うじゃん。
なんかここに書いてある。紙切れが挟まっている伊勢エビ、ウナギ、サメは海、スズキ、フグ、イカ、ウナギが青。え、どういうこと？ウナギ、シャク。でも英語で書いてる意味ありそうじゃない？なんで青なの？ブルーってこと？ブ、B ではあるけど、ル、あ、ブルーか。ブルー、海、C か。あー、はい。真ん中取るってことね。まあ、そういうことか。イカがスクワード。じゃあ、スク、イット。サザエ、サメがシャーク。まあ、そういうことか。英語にするってことか。A と、スクイートだから U。あ、あれか、サザエがない。他にもあるってことだな、きっと。あ、アユのページ。スウィートフィッシュ。かわいい名前してるね。スウィートフィッシュ。T かな ?TU。これ気をつけないと落ちるよね、マジで。気をつける。サザエ。サザエ見るの忘れた。ターバンシェル。1,2,3,4,5,6,7,8,9,N。ツナ。マグロ？マグロ？マグロだけど。え、マグロ。日本語にしてカタカナで答えよ。マグロ。お、いた。年間パスポートありがとうございます。この状態で？この状態の年パスいる？裏返せば。これはビアンカ水族館の年パス？何かに使えるかもしれないし、持っていこうか。スキャン。もしかしてこの年パスだく？それにしても薄暗いな、この部屋。早く出よう。え、暗くなった。ゲランタンの火が消えた。もう一回つけないと。つけたらなんかいそうじゃない？よし、これで。なになになに？お、なんかいる！なになになに？ちょ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 、怖い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 。あー、おー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 、なんか来た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 。逃げろ逃げろ逃げろ。わー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 、待って待って、セーブセーブセーブ。こんなタイミングでセーブする？やべ、食らった。相手へ連発。待て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 、3ってことは絶対次あと2発。あー、待って、もう1。うえー、無理フリー。嘘でしょ、マジか。それはき、あー、待って、この当たった時点でもう4-3ね。で、平行移動。並走しないで、並走しないで。最短距離、最短距離。落ち着け落ち着け落ち着け。ここだ、誰かいる。あー、なにこれ、食ってんじゃん。人死んでるって。でもなんかあそこにあるんだって。あれはきっと動けない、動けない、どうしよう。あれはきっと取ってこなきゃダメな気がする。取った。逃げろ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 。髪白い人、ダメ。誰、これは誰、これは誰、ちょっと気になる。警備員。あー、ちょっと待って、無理。あと1。宿狩り終わった。終わってない、まだいける。クラゲ、クラゲ GO。 いけいけ、クラゲ開けろ。よし、やばい、この宿狩りずっと来るじゃん。腹がやばい、腹を狙おう。うわ、終わった、見えない。終わった、まずい、行き止まり。終わったわ、私1しかないのよ。終わったわ、これは。ヤドカリ、逃げられない。何？何？おお！え？おお、消えた。危な、あと1だったんだけど。
怖、恐怖の宿かり。水の中？今、私は水の中ですか？ああ、寒くて苦しい、この感覚。そうだ、12年前に小さい頃に海で溺れ、さっきと同じ。そう、こんな風にだんだん視界が暗くなっていくんだ。あの時は確か誰かが水面まで連れてってくれたんだ。水面か？なんだっけ？誰？確か私は大きな何かに。あそこだ、小さい女の子がテケテケに、テケテケに、テケテケはダメか、ペケペケに襲われてるぞ。助けろ。早くしなきゃあの子食べられちゃうわ。やめて、そんなことしないで死んじゃうよ。その子も、助けてよ。一人ぼっちで大きな海を旅していたのに。誰か助けて。死んじゃいや。私はいいから、その子を早く。お願い。私、何々は命の恩人なの。お願い。お願い。あれ、サメが保護されたのも12年前だったっけ？お、クラゲ？私、クラゲになった。でっかくない？だって。急に。そういうこと？そういうこと？ん？よいしょ。え？戻った。助かったのか。はあ、よかった。なんだったの？今の。確かに。クラゲになれるってこと？私、クラゲになれるの。なんか落ちてる。ヤドカリ、逆側のやつだ。え、私1しかないんだけど。え、ちょっと待って、ください。取り忘れちゃった。え、これ回復はしないのかな ?1 だよ、1。もう次来たら終わりじゃん。私も武器が欲しい。警備員がやられてる。ちょっとここも私はちょっと気になっている。見ていいですか？もう入れない。開けた。おお、なんか回復っぽい気がする、ここは。来たー。体力回復できた、5。OK。これはなんか選択肢とかあんのかな？とりあえず下にしとくか。クラゲになって、これは現実なのかな？ヤドカリ怖すぎでしょ。この水槽には入れるのかな？はい、触ってみる。何も起こらない。気のせいだったのかな、さっきのは。進むしかなくない？何もいない水槽怖いんだけど。ここまで来ても誰もいない。それに あの化け物みたいなヤドカリは一体？ルルはどこなんだろう。無事でいてほしいな、ルル。確かに。ルルどこ？やばそうな音が聞こえる。やばそうな音が聞こえる。回復できたってことは来るのか？またやめてくれ。なんだなんだなんだわ、いるやん、やっぱり。回復できましたもんね。ね、私も攻撃させてもらえません？また。もうしつこい。伏せてください。伏せました。拳銃持ってる人がいる。誰？はぁ、探しましたよ、スーズ様。あなたは。もしかして。赤髪、そっか、赤髪だったか。シャンクス以外にもいたや。クリスさん、ご無事で何より、ね、言えない。ご無事で何よりですわ、スーズ様。どうしてここに？話は後です。逃げましょう。逃げましょう。私はクリスが黒幕だと思っていたのに。ごめん、赤髪さん。ふう、ここならさっきの場所よりは安全かと思いますわ。ありがとう、無事だ。助かりました。ありがとうございます、クリスさん。とんでもございません。お怪我はございませんか？はい、私は大丈夫です。クリスさん、さっきの銃って。あの、警備員の方がきっと、ヤドカリに襲われて、お亡くなりになっておりました。拳銃を身につけていらしたので、ご信用にと拝借していたんです。役に立ってよかったですわ。え、クリスさん、その腕、大怪我してるじゃないですか。止血しないと。大したことじゃありませんわ。少しヤドカリに襲われただけですから。いえ、これはすぐに止血しないと、包帯探してくるので休んでいてください。スーズ様、ありがとうございます。とっても頼りになりますね、スーズ様。よし、包帯を探そう。なかなか難しくないか、この中で包帯は。これは上にしても大丈夫な気がする。一個手前だけ残そうかな。この部屋、この部屋に包帯ありますか？あ、中入れる系かもしれん。入ってみよう。さっきヤドカリに襲われたとき、いつの間にか水槽の中に引き込まれたけど、できるかな？
スーツ様何をされるのですか？見た方が早いかな。やってみます。おお、入った。え？え、スーツ様？なんで入れるの？あ、なんかあるよ、ロープ。紐は取るわ。包帯になるかはわかんないけど、紐があればどうにかなりそうな気がする。あとは何もない。この紐を取ってこいってことかな？うん。人間にも自由に戻れるようになったの。すごくない？おお。できた。コントロールできるようになってる。どうなっているのですか？私、夢を見てるのでしょうか？クリスさん、私、水槽に触れるとクラゲに変身できるようになったみたいで、この空間の力だと思うんですけど、何か役に立てられればって思ってます。あ、申し訳ありません。驚いてしまって。いや、本当にな。にわかに信じがたいですが、今目の前で起こってるんですよね。まるで魔法みたいですわ。まあ、私も全く理解できてないので。スズ様、お触りありませんか？はい、今のところ大丈夫みたいです。それならよかったです。スーズ様の身に何かあったら大変ですから。いや、本当に何事だよね。もう何かあってるよね。ありがとうございます、スーズ様。少しここで休ませていただきますわ。あのロープじゃダメってこと？とりあえず私はセーブをしたい。すごいこまめなセーブ。まずはこの部屋を探してみよう。まだ探すの？え、この中になんかあんのかな？まだ。これはこれ、これ、これ、これ。何？あ、そうだ、さっき。わかった。紐でいいの。ロープじゃなくていいの。切れません？紐だったら。まあ、いっか。大丈夫かな？おー、すごい。ちゃんとしたロープだった。薬箱は左から数えて1から20番まである。包帯が入ってるのは1つだけ。ヒント。正解の斜め上は偶数。斜め上は偶数。正解の箱より上の数字をすべて足すと10以上になる。正解の箱より上の数字をすべて足すと10以上になる。20で、斜め上が偶数ってことは、候補になるやつをやっていけばいいんだ。まず、斜め上が偶数になるところは、ここと6、8、12、14。自分が偶数のところが斜め上が偶数だよね。16、18。で、上を足すと10以上。まあ16。で、6がもうなし。8もなし。12もなしだ。14は9、4だから10。あ、3個まで絞った。薬箱の色は白。ってことは、14だ。OK、これだ。おー、できた。え、ちょっと謎解き面白いな、これ。書かなきゃ無理だけど。単純に解いていきやすいね。よし、ほたやってよかった。腕出してください。包帯ギュ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 ってするから。圧迫止血するからね。わざわざありがとうございます。ご迷惑おかけしても。いや、そんなこといいんですわ。そうだよ、助けてくれたんだよ。あんな危険なヤドカリから。スー様、あなたは私が守ります。クリスさん。クリスさん、かっこいい。落ち着いたところで早速なのですが、ここは一体どこなのでしょう。探してたらいつの間にかこの空間に飛ばされてました。同じだよね。軍人は何なん？私もヤドカリや化け物に襲われましたわ。ルー様どこにいらっしゃるかわかりませんし。トイちゃんとかもでも飛ば、みんな飛ばされちゃったってことだよね。あんな、ね、足が魚になっちゃったしさ、トイちゃん。ここにいた人たちみんな襲われたっていうか飛ばされちゃったのかな。警備員さんもいるしね。これ回復ができるってことは敵来るかな。うん、やだ。あ、なんかイカが行ったよ。イカが、イカが行ったよとか言って。
イカについてってみようか。透明なイカが行ったから。ここは綺麗な道ではあるけど。おお、ちょっともうセーブが来ると怖いんだわ。大丈夫？これは普通に歩いて。特に何もないですか？いや、何もありますよ。あそこにやばいやつが。絶対あれはダメ。絶対あれはダメ。ちょっと分かりきってるんでかわします。あれ明らかに、だって中にいたでしょ、なんか。釣られたらあかんて。これ中入れそう。おーおーおお。なんかある。なんもなさそうだけど。触れたけど、触れたところで何もなくない？ここ。いや、ない気がする。ない。あれかな？逃げれんのかな？もしかして。やばい！逃げろ！みたいな逃げ道になってる、ここもしかして。見るからに何かがあるって感じではないもんね。逃げれんのかな？水槽の中に。クラゲになって、あ、もうダメだ！クラゲになるしかないみたいな状況が来るのかもしれない。だってこの辺も全部入れそうだもんね。でもとりあえず入ってみるしかないかな。なんもない。なんかあるかもしれないからさ。あ、ここ光って見えてるだけかな。なんもなかった。うん、何もなかった。なんかあるかなって思っちゃった。これなんか軽く見えろ、もしかして。とりあえずあいつのとこはやばいっていうことだけはわかる。絶対行かない。そこに騙されてやるほど私は。うわー、マジか。お人よしじゃないぜって言おうと思ったらさ、行かなきゃダメだわこれ。完全にやっぱ行って逃げろってことかな、多分。行きますか。まあそうだよね。あんなあからさまにあるんだもん。ヒョウモンダコでしょうか。喋った。なんて言ってるかわかりますか、スズ様。いえ、彼らにしかわからない言語みたいですね。でも、食い物。食い物。食べ物よこせって言ってるのかな。スズ様、この子が言ってることがわかるのですか。はい、なんとなく。ひとまず食べ物を探してみましょう。なるほど。これ話しなきゃダメだったんだ、初めに。で、水槽の中で食べ物を探さなきゃいけなかったのか。あ、いや、あるわ、ここにカニ。水槽の中じゃなかったわ。カニ一匹でいい？雑食。ほら、タコ。カニ一匹で足りる？食い物。襲われるのかと思った。はい。磯川に、どうぞ。投げた。仲間食べない。お前ひどいやつ。ごめん。あ、ええー、食らった食らった。あ、あ、嘘嘘待って、タコに仲間って書いてた。うわー、ごめんなさい。仲間食わせようとしてごめんなさい。仲間食べない。お前ひどいやつって言われた。仲間だったんかい。磯ガニはとりあえずダメだということが分かったので、カニは食べさせない。じゃあ何を食べさせればいいの？私は。カニは食べないんだって。カニって仲間なんだ。でもカニはなんか取らなきゃいけない。いやでもあれは、あれはフェイクなのか？でも一応取っとく？ちゃんと読むわ。雑食で海藻や天敵は鳥類やタコですね。いやでもタコがさ、天敵って書いてあるじゃん。ダメな。わからん。はい。イソガニが何だかって書いてあったの飛ばしちゃった。何だった？ごめん、ちょっともう一回。イソガニは手の上でぴょんぴょん跳ねている。この、え、ここなのかな？ここがイソガニの場所なのかな？もしかしたら喜んでるってことじゃない？ほら。ここでいいかい？
岩の下を見つめている。タコの餌、タコの餌があった。ありがとう、イソガニ。こういう状態で必要だったのか。てっきりタコに食わせるもんだと思っちゃった、カニのこと。ごめんね、タコちゃん。はい、タコの餌持ってきたよ。あ、間違っちゃった。またイソガニあげちゃった。もう。いや、もうボタン間違った。今は、イソガニ食わす気ではなかった。あの、タコの餌を食わせようとしたら、イソガニ食わしちゃったね、間違って。違う。ごめんって。じゃあ、イソガニはあげちゃダメ、タコの餌。イソガニはあげちゃダメ。どう？これで。よかった。お前いいやつ、鍵だ。鍵くれた、ありがとう。イソガニはヒョウモンダコの壺に入っていった。あ、仲良くね。ごめんって、間違ったんだって、今のは。本当に。よし、これでタコの鍵をゲットしたんで、鍵が開くはず。よし。タコの鍵を使って鍵を開けた。蝶々王だっけ、そんな感じ。ここは？年間パス何でも開いちゃうから。もう亀がいるイコール、大丈夫かな？え、心配してくれてたの？亀よ。優しいかの？これは何？小麦粉などのか、ああ、粉塵爆発ね。粉塵爆発雑誌。何海の石を知っていますか？話題の何海。まるで何のように深く美しい色をしています。へえ、プレゼントに最適です。だって。なんだあそこ。あそこ明らかに怪しい。ドルブルブルの図鑑。提灯の先、提灯王とかかな。の、喉裏に、ウェイ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 、空気を、ドゥ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 、生態を、牛、わかんない。た、人間、教科書のような綺麗な字だ。でも読めない。誰かの赤い日記。わかんない。もう、わーく読めない、そもが。縦につれて体がおかしくなってきました。肉がちぎれるようなの後に、足が何かの生き物のようなものに変化しました。気を失い目を覚ますと元の姿に戻っていました。この繰り返しです。変化時、黒、白、その他ツルツルしてるヒレがある骨のようなものが見える。少しずつ、何々が曖昧になってきました。どういうこと？変化していくの？魚に？古いカルテがある。原病歴、先天性、なんとか素症。一般的なクリーピーと比較して、怪我の治りが異常に早い。左上腕骨折半日で感知。経過観察とともに原因を究明。身の危険を感じたら直ちに中止すること。わかんない。怪しすぎる。ね、怪しすぎるよね。そうだね。その通り。うん。手がかりもないので、この紐はもう完全に罠。食品庫。読んだぜ、全部。提灯魚か。提灯魚だな、きっと。提灯魚の紐なんじゃない。あ、2本の紐を一緒に引く。1本目はこの正面、2本目は迷路の。じゃあ、迷路の紐探せばいいの？どこ？迷路の紐って。迷路になんとかの紐って書いてさ。迷路の水槽の中の紐？もしかして。違うかな？ここに入ってないもんね。違った。水槽じゃなかった。でも迷路のなんとかの紐って書いてあったからきっと、とこれに関係があるんじゃないかと私は思う。ほら、あった。一緒に引けって書いてなかった。引いてみる、とりあえず。何も起こらない。一体いつ使うんだよ。まあ、でも紐がここなのは分かったから、これが2本目。ここか。
うん、日本の日も一緒に弾けって。そうそう、部屋まで戻ります。え、でもタイミング難しくない？一緒に弾くんでしょ、どうやって今だみたいな今秒数数える、30、29みたいな。私が少しでも引っかかったら終わり。5、4、3、2みたいな。わ、一緒に弾くタイミングなくない？こっち弾いたから弾いてみたいな。あれ？ここじゃなかった？置いた。どこで音が？あれ？鍵かかる。待って、オートロックだったんだ。え？どういうこと？な、真っ暗。クリスさん、クリスさん大丈夫ですか？よかった。どこ、クリスさん。え？鍵が落ちてきました。きっと扉の鍵です。倒れてない？クリスさん。嘘やん。嘘でしょ、クリスさん。クリスさん、全然大丈夫じゃないんですけど。クリスさん。死んで。さっきの声は一体誰が？ウェブ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 、9。やばい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 。頂上を、頂上を。クリスさん、ごめん。黒幕だと思って。あー、頂上部に食われたの、クリスさん。これはちょっと待って、助けられないんですか、私は。クリスさんを助けることはできないの。絶対クリスさん食われたよね。ちょっと待って、セーブは別にします、さすがに。いやーいやー、無理ー無理ーちょっとどうすれって。こうか。こうだったのか。クリスさん、クリスさん、ちょっと待ってよ、今回復したばっかり。早い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 、バカ、どうすればいいの、かわすことなんかできないじゃん、こんなの無理だかって。粉塵爆発、粉塵爆発ってやつか。無理ー、クリスさん一緒にいようって言ったじゃないか。言ってないかもしれんけど。スーズ様は私が守りますって言ったじゃないですか。あ、待って、今気づいた。私走れる。私走れる。待って、逃げるんじゃ。あ、逃げる、逃げますじゃ。逃げますじゃ。クリスさんも助けられないね。走る、走るボタン忘れてた。クリスさん、私走る。まずい、扉が壊れかけてる。どうにかしないと。ああ、これダメじゃないか。これ多分もう積みだ。これ積みだわ。わかった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 。ここじゃ積んだんだ、私積んだわ。ああ、やっちゃった。だってこう来たらこう食われちゃうじゃないですか。粉塵爆発だよ、ここで。ここで粉塵爆発だよ。完全に積んでる。ここかな？クリスさん、一緒に行きましょう。これどういう状態今。これを引っ張るのね。そして走るっていうボタンを今の今まで忘れてたから。なんなら多分ヤドカリももっと早く逃げれたよね。走るっていうことを忘れててずっと歩いてたからね。逃げゲー得意じゃないんだよね。え、ファイルセーブあったの？ここに。で、ここで取る。クリスさん、ごめん。ここで取る。走る。走る。取る。取る。あとは？回復はしてる。来いや。こっちから来い。
か、こっちから来るんだ。ここで逃げる。え、でも火つけるものあった、私。本当に行っていいの？ここでセーブはしないとこ？このままじゃ。持ち物は確か燃費さ、あ、ランタンとマッチある。敵は扉の中で、そうだ、粉塵爆発、違う違う違う、ランタンで詰めちゃうから、小麦粉を扉のな中に巻く。そう、巻いた。次は風を探す。換気扇で回す。ちゃんと覚えてたの、なんとなく読んでたけど。最後に燃パスは違う燃パスは違う。ランタンとマッチ、いけ、丸焦げ。成功でしょ多分。おお、来た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 、粉塵爆発した。できた、助かったの。クリスさんはさよなら。よか、バカ者逃げろ。え、さっきの、まずい、ここであいつにも襲われたらかなわない。気をしっかり持て、もう少しで出てくるぞ。え、出てくるの？爆発音が聞こえたから駆けつけてみたら面倒なやつに見つかったな。それにお前本当に人間だったとはな。それはそうと、さっきの爆発音、一体何があった？わ、私がやったんだけど、粉塵爆発。え、何何何何、やばいのやばいの来たの。来る。ヒーあれで倒せないの？おい、はい、お前私と手を組め。この空間が出るまで私と手を組め。そんな突然、引っ込み方がわからないのようなやつに手を組めとか言われても。この状況がわかってないのか。ここで死ぬか、ここから逃げるか。どちらがいいかと聞いている。お前が選ぶんだ。助かる。ああ、もうわかったわかったよ。君と手を組むよ。その代わり私とルルをここから出して。え、強くない？シャキンつって。倒した。おお、倒した。かっこよい。かっこよ。一撃？ようやく刀に塗った催眠薬、睡眠薬だった。催眠じゃない、睡眠薬が効いたか。あ、切り倒したわけじゃないんだ。お、すごい。私の名前はレトロ。今からパートナーになる者の名だ。覚えておけ。レトロは一緒に帰れるかな？お前の名は何だ？スーズ。私はスーズ、ルルを親友を助けに来た。ではスーズ、お前に再度問おう。私の力だけではここから出る方法を探すには限界がある。お前の力だけでは生き残れない。スーズ、お前の頭脳を私に貸せ。その代わり、私がお前を守る。この空間から出るまで私と手を組む異論はないな。かっこいいな、レトロ。ない。親友と一緒にここから出たい。いいだろう。では、スーズ行くぞ。あいつが目を覚ます前に体勢を立て直す。私のことは好きに呼べ。じゃあ、レトロ。大佐で、全然違うの来た。大佐で、なんかこう、軍人っぽいから。普通にレトロって呼ぶのかと思った。大佐だった。大佐、そのバカにしたようなあだ名をやめろ。好きに呼べって言った。それ以外なら好きに呼べ。それはやめろと言っている。大佐。貴様、覚えてろよ。覚えておれよと言ったかった。覚えてろよだった。何が何でも大佐呼びするじゃん。これさえあれば目的は達成する。早く、早く。このはてなはてなはてなは何なんだろう。ひとまずこの状況を理解したいだろう。確かに落ち着ける場所に向かう。死にたくなければおとなしくついてこい。態度でか、まあ、見た目的に大佐だから。年間パスポートがない。何やってんだこんな時に。仕方ないでしょ、うっかり死ぬところだったんだから。あれがないと開かない扉も多い。ただ戻るのは危険すぎる。こんな時に落とし物とは不用心だぞ。すいやせん貴様なつって。え、何さ突然。何、あ、イカ。
イカに足が生えている。お前はげ、あれ私の年パス返して。逃げた。やつは周りの色に溶け込む。急いで捕まえるぞ。イカに足が生えとるぞ次から次へと。何なのもう。イカから足生えてた。もうめっちゃ走るじゃん。私は先回りする。お前はあいつを追え。わかったよ。ちょっと。さっきまでついてこいとか言ってたくせに放置かよ。大佐のくせに。よし、ここでセーブか。ちょっとここでセーブ、探し物してる。セーブできたんで、ちょっと今日はここで終了しようと思います。いや、このゲームめちゃめちゃ面白いね。謎解きも結構難しいところもあるけど、すごい面白い。解いた時のあの、来たって感じが面白いね。ストーリー的にも今、やっと大佐とね、出会ったところなんですけど、これからルルちゃんを探すためにまた奔走していこうと思いますんで、もしよかったら皆様、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。皆様、またねー。